日本語がそれなりに上手かっただけで、パチスロ業界11年間仕事できてるトムリーです。お久しぶりです。まあこういう動画ちょっとね、話したいことが一つできました。それがどういうことかというと、まあ多分皆さん見てると思います。大阪告知規制自粛規制についてちょっとね話できればなと思います。ちょうどね11月の22日だったと思うんですけど、こう大阪の偉い人たちが、そろそろお前らいい加減にしろ、おとなしくしてっていう命令が出たんですね。ただその書き方からしたらなんかいまいちまたふわっとしてる感じで、自粛規制って書いてる時点で、日本語はそんなに俺は上手くないけど、自粛っていうのが別にやらなかったら何か罰あるっていうことではないよね。ちょっと書き方的にはふわふわしてる感じあると思うけど、まあ一応おそらく皆さんが足揃っていこうっていう感じでおそらく守ると思うけど、具体的にどういうことかというと、多分わかると思います。事前、当日、事後、告知はしていけないっていうのが、まあ、どういう告知がしていけないかというと、取材っていうものがね、取材、これ英語のあれやけど、これ要は言ってることが嘘ですみたいな感じの、これね英語で使われてるやつやけど、自粛規制で取材は告知しませんっていうことで、まあ、以前は大阪で言っても全国的に規制が入ったのがイベントをやるなっていうのが、まあイベントっていうのは具体的に以前に動画で話したことあると思うけど、どこどこの島に全力入るとか、どこどこの島が反録だっつとか、ホール全体的に、何割出しますみたいな、マックス負担みたいなっていうのがあって、イベントがもうノー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 ってなったけど、まあ、今回は単純にここ数年間イベントっていう言葉を取って取材っていうものになってただけなんで、結果前の規制は効いてないっていう、まあなんか半年ぐらいみんなふわふわってちょっとこうおとなしくしててから、いや取材ですって、今日カメラ持って行ってトイレが綺麗ですねっていう写真を撮ってくるのを見せかけての、実は蓋開けたら、どう見てもどこどこの島がいいとか、そういうことを匂わすような書き方が多いんで、結果イベントと変わんないじゃんっていうことになってて、今回まあガツンと来たわけで、まあ今回は特別にね、こうまあおそらく他の県でもこういう規制が決まったから、まあまあ似たようなものが多分皆さん住んでる地域でも、いやなんかそんな取材とかないし、別にそんなこと何でも別にいいやんっていう感じやけど、まあ僕も別にいいと思うんやけど、今回ちょっと書き方的には、今では要はホールが店内店外で告知するなっていうのがよくあった話やけど、今回では営業者と営業者を関係を持った方まで自粛規制っていうことになってます。まあ誰だっていう話だけど、要はホール、取材を管理する企画会社とか広告会社とかね、そして今回は個人って書いてるから、例えば、僕が、明日どこどこのホールにどこどこの島を取材しますっていうのが、事前当日後日に言えないっていうのが大阪府内で決まったことですっていうのは、まあそれがじゃあ、ガラッと業界が変わるかっていう話は多分ねパッと見そうだけど、先ほど言ったようにイベント取材で多分新たなものが出てくるっていう可能性が非常に高いから、まあ騒いでる方はいたけど、多分決して何も変わんないんじゃないかなとは僕ちょっと正直個人的に思ってます。でじゃあまあちょっとあくまで個人の話すると、もうこれ本当に僕だけの意見で言うと、まあ取材してちゃんとうちに来る方のことを考えて、ホールが盛り上がることを考えて考えた取材だったら、僕全然よしとは思ってはいるけど、どう見てもそうじゃないものも中にあったから、今回の規制でその自粛規制でもう少し全体的にこの広告サイドの方々がホールから銭を引っ張ってくるんだけじゃなくて、もうちょっとユーザーも喜ぶような自分の
営業、まあ当然だってビジネスだからしょうがないと思うけど、自分だけこうホールからお金もらってそれで取材ですってこうなんか盛り上げようとしてるに見せかけて、実は一番盛り上げてるのは良くなってるのがここにいる、きっと僕は諭吉いっぱいになってるだけっていう状態が変わったらいいと思います。それじゃあどう変わればいいって俺も分かんない、別にそんな頭いい人じゃないです。ただただ僕がパチスロ業界11年間この顔で日本語が出てきて、当時はね、最初はだって大阪弁バリバリで話してたのが、たまたまそれで動画出るだけの人だから、僕の意見がどうかっていう話は何でもないと思うけど、あくまで僕がパチスロを打って好きです。クッソ負けてるけど、もう一回言う、クッソ負けてるけど好きでやってることやし、正直僕まあ多分皆さんね、この間の動画で分かったと思うけど、非常にあんまり僕動画で見かけてないと思う。まあただプライベートで僕近所にね結構いいホールがあって、そこで、天竜ばっかり打ってるけど、まあ僕はパチンコパチスロは好きで打ってるから、それをこの業界がこうなんか盛り下がることを僕当然望んでない。長く残して、例えばカジノが入ってきても、なんか e スポーツどうちゃらこうちゃらになってても、パチンコパチスロはもうホールが残って、ちゃんとそのね、まあうるさい中煙ってる中でこう全て他のこと忘れて携帯マナーモードにしたらも気づかないようなこの、あの空間がすごいたまんないから、それがずっと永遠に残ることは僕当然望んでるから、まあ今後はそれが残るようなことは望んでます。だから今回のその規制がまあ大阪風で決まったけど、おそらく全体的に全国的には似たような話になってくる、似たような話になってくるし、その中ではじゃあ業界がいい方向に変わっていっていいことになってたら僕当然それは望んでるけど、まあ11月22日で決まったことばっかりで、まあ1週間しか経ってない、実際実行するのが12月の1日、今週土曜日ですね、今要は何日、木曜日だから明後日です、明後日に実行するから、その時にどんな動きになるかはちょっとね様子見、まあ皆さんね多分すごい気になってる方はね、こうツイッターにちゃん俺より散々詳しい人がいろんなこと書いてると思うから、僕もそれをチェックしながら、ちょっと様子見ていこうと思います。まあさすがに多分この動画見てる時点でその話は知ってたと思うけど、僕が思ったことをこう付け足してこんな感じなんかなって、ちょっとこれ見て参考になったとか、まあ、勉強になることないと思うけど、ああそんなことあったなみたいなね思ってもらえたら、ちょっとこのボタンを一回押して、できればなんかバーンというすごい数字出れば一番嬉しいけど、あと当然このチャンネル登録もよろしくお願いします。そして、基本的に今は生配信をよくやってまして、それが twitch.tv っていうところでね、ちょっと YouTube ではなくて twitch.tv の方が生配信、そこで割とまあ来たコメントとかね、来た質問とか、まあガンガン遠慮なく答えてるものあるし、そこで例えばとんでもなくこれ気になるから直接聞きたいっていうのをもし持っているのであれば twitch.tv/officialtomu の方に来て、大体ゲームフラッフラッってやってる時も多いけど、実機配信もそうだし、ホールの中で、生配信する時もあるし、まあ今年の年末ちょっとね長期の生放送しようと思ってますし、今ね家の中がもうカオスです。実機は4台あるんで、この4台の、配信だったりとかね、もし興味がある方は、まあ、興味ない方でも twitch.tv オフィシャルトムリーの方に来て、見てほしいなと思います。まあこの動画はね、もうちょっとねこう大体この動画出してる時にみんなが騒ぐ悪いと感じるニュースの時にしか出してないけど、もうちょっとまたいい話の時にこういう動画出したいな。まあ6号機の動画は上げてたけど、実際僕も6号機打って、その時に言ってことは全部、後悔してます。その動画は見ないでください。さあこの辺でこの動画終了にしようと思います。 Goodbye and good night。I take my Yukichi out of my pocket, rip the balls from the socket, off to the Tenjo and back again. Before too long I'm off to the ATM. This is no lemon, there is no Osuichi for me. There is no God, no freeze for me. Nothing left but to power on. We all love
we all love to ride on. This is no limit for me. There is no Oswichi for me. There is no God, no freeze for me. Nothing left but to power on. We all love, we all love to ride on. Oh, we all love to ride on.